こんばんは。10月の17日月曜日、第51回のしゃべくり真っ白の時間がやってきました。今日の真っ白はですね、紅葉が少しずつ進んでおりまして、ちょっとここの写真をご覧ください。あと10日ぐらいするしますとですね、紅葉が進んでくるかと思います。これは暦道の、写真です。で、下の方は、長山神社の池の写真です。まあ、皆さん、紅葉もですね、ほぼ行きたいと思うんですけど、真っ白にもぜひ足を向けていただきまして、お願い、いらしていただきたいなと思います。本日のパーソナリティは NP 法人夢空間大又と行います。ゲストは、NP 法人夢空間事務局次長の三田さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のテーマですけれども、全国の街並みゼミの開催にあたって内容をですね、少し紹介をしていただきたいなと思っております。 NPO 法人夢空間はですね、全国の街並み保存連盟に入会しまして、その連盟の内容についてですね、ちょっと、触れていただきたいなと思っております。全国な町並み保存連盟っていうのはですね、まあ、歴史的な、集落町並みで、歴史を生かした町づくりに取り組んでいる全国の団体なんですね。ああ、そうですか。で、個人も一応支援したりとかっていう、いろんな民間の方も一応参加してやっている団体です。ああ、そうですね。はい、で、一応発足がですね、昭和49年に発足いたしまして、平成15年にはですね、特定非営利活動法人というのを承認を受けまして現在に至っています。ああ、そうですか。はい、随分歴史もあるんですね。ありますですね。あと活動の目的なんかはちょっと、触れていただければと思うんですけども、目的は、ね、こちらにも今あるんですけれども、地域の文化と歴史的な町並みなどの保存、それから再生運動を通じてですね、歴史文化環境の向上と地域の活性化に寄与することを目的とするという、ちょっと長ったらしいあれですけれども、松代でも言えることなんですけど、ね、全国的なこと言えることなんですけれども、みんなで町並みっていうんですかね、町の活性化をしようという形の動きをしてるんですよね。はい、はい。まあ、この度ですね、三田さんがですね、入会早々全国の町並み保存連盟のですね、主催する全国町並みゼミに参加されました。ここについてですね、ちょっと紹介してですね、はい、お願いしたいと思います。いつ、どこで どんなテーマで、はい、取り組んだのか、はい、その辺の雰囲気をですね、はい、ちょっとご紹介できればと思います。これ第1回がですね、はい、昭和53年にゼミ開かれるんですよね。それで今回は34回に当たるんですね。はい、でこれもすごくこのゼミも歴史がありましてね、大勢の参加者が加わって大会盛り上げているようですね。はい、そうですね。はい、あそこでも見ていると思うんですけども、岐阜県の飛騨市ですね、こちらの方で一応やりました。古川町というところですね。はい、で、人数もですね、370名ほど参加しまして、はい、町の方々もですね、結構大人数出てですね、私どもの活動を支えてくれました。はい、町も参加して。そうですね。はい、あとですね、この、その保存連盟の、
会長さんという方もいらっしゃってですね、あ、これあれですね、古川町の前景の、町の様子なんですけども、やっぱり真っ白よりもちょっとこじんまりしているようなところで、ちょっとまとまった感じがいたしました、うん、はい、まあ、川があったり、いいところらしいですね、はい、川の水も結構きれいですね、はい、ちょっと羨ましいなという感じはいたしました、はい、まあ、あとこの反対の、ですね、理事長さんって方いらっしゃいますが、理事長さん前野さんとおっしゃいまして、まあ、これの保存連盟のですね、理事長さんなんですけれども、ちょっとお年を召した方ですけれども、ちょっと、かっこいいような感じで撮られていますですね、はい、あと加盟団体ですね、全国で71団体、はい、はい、多いですね、多いんです、はい、まあ、一応組織はこういう形で大きくなってますのでね、はい、まあ、全国組織ですので、はい、まあ、城下町がであるところの町が随分参加してるんでしょうね。そうですね、まあ、私どもまっ白も同じなんですけども、うん、一応やっぱり古い町並みがあってね、うん、古いお宅なんかみんな歯抜け状態になってきちゃったりという形で、うん、結構皆さん一生懸命ね、うん、お話っていうあれしたことですね、うん、はい、これね、まあ、先ほど松田さん言いました、これでいく と、ですね、昭和53年から1回目から始まって、うん、この先ほどやってきました34回っていう形ですね、一応結構長いことをやってきたということですね、はい、随分多くな人が参加して、そうですね、だからやっぱり話とすれば共通しているので、やっぱり話してても、うん、話題がやっぱり豊富です、ね、そうですよね、はい、まあ、一応これが、ですね、こちらの方夢空間の、はい、これ一応冊子に載りましたですね、あ、東京大会の冊子ですね、あ、そうなんです、東海冊子です、はい、はい、でこちらこの、夢空間がですね、一応こういう、仲間に入らせていただいたことなんですけども、こちらに、西村先生って方がいらっしゃるんですけども、この西村先生の推薦によりましてですね、うん、はい、全国町並み連盟に参加する、あ、そうですか、はい、推薦で入ることができたんです、それ良かったですね、はい、はい、そういうこともありまして今回は、ちょっと行って、あ、はい、そうですか、お話を聞いてきました、はいはい、じゃあ次に大会のプログラムなんかはどうだったんでしょうかね、はい、一応こちらにありますけれども、ですね、プログラムとすれば、30日、10月1日2日と3日間ございまして、その中で一応話ですね、あ、いろんな、はい、やってきました、それの中で皆さんはどの分科会に参加したのでしょうか、ね、私はですね、はい、こちらにありますけれども、まち、づくりを次の世代へというテーマのもとでですね、一応そこに参加してきました、はい、まあ、内容的にはどんな内容を、ですね、内容的には検討されたんですかね、はい、まあ、話し合ったというか、はい、これが古川町 の、 写真なんですけども、うん、全体的に言いますとね、古川地区でも町づくりいろいろやっておられるんですけども、うん、やはりそのあれですね、現状とすれば各活動のですね、参加者がやっぱり、減少しているという形ですね、うん、これはまあ真っ白でも言えることなんですけども、うん、あと人々の地域に、愛着を持ってでありですね、うん、地域の、ために何かを したいなっていうことがですね、やっぱりちょっと薄らいでるんじゃないかっていうことですね、うん、まあ、それをするにはまあどうすればいいかっていうのもあって、うん、まあ、それとあと個人主義がやっぱり、うん、多くなってきたんじゃないかっていう形ですね、うん、まあ、そういった中で論議一応やってきましたですけどね、パネルでいろいろやってみたりとかっていう、話が出たんですけど、ね、まあ、この中でですね、はい、まとめるとですね、市民のやっぱりその意識改革をね、意識を高めるためには、そういったいろんな取り組みをしなきゃいけないんじゃないかって、うん、まあ、各地区によってやっぱり取り組み方が違うとは思いますけどね、うん、まあ、全体的にそういう形に話がありましたですね、うん、それと、まあ、あと、
町並み運動団体とのですね、うん、あと交流ですね、うん、まあ、今回みたいなこういう交流会を、ね、してですね、参加して、やっぱりいろんな情報ですとかそういったものをね、やるべきだろうという形ですね、はい。あとそれとですね、やっぱりこれも行政との連携っていうのがやっぱり必要なので、みんな他の人たちと連携を取りながら動いていった方が、どうしても元になるものは資源でね、それが非常に難しいところで、今の情報状況だとね、はい、なかなか予算の的にね、確保できない面はありますし、ジレンマが落ちるところがあるかと思うんですけども、はいはい、大会のまとめだとか、はい、それについては大体今の通りで、そうですね、以上の大体、はい、大会の内容でした、はい。これからですね、ちょっと松代でもですね、はい、町並みの活動についてちょっと紹介したいと思いますけれども、はい、NPO 法人夢空間はですね、昭和13年に発足したんですけれども、平成14年度より、町並みの活動というのを始めたんですね。そうですね、はい、まあ、その辺についてちょっとご紹介いただければと思います、はいはい。まあ、これも松代の町の中 ですね、ワークショップを開いたりですね、あとは歴史のある町並みの保存という、残そうという形ですね、これももうだいぶ前から、やっております、ね、取り組んでますね、そうですね、2004年、それからこれだと何年なのかな、これもだいぶ前のあれですね、やってますのでね、うん、その他にやっぱりこういった町のですね、登録有形文化財ですね、そうですね、登録文化財の動きをしてますですね、うん、まあ、神社仏閣も始めて、まあ、蔵だとかってそういったものもありますし、普通の町もあり、波もありますしね、そういった形で今動いてはいますですね、はい。それで松代も今、件数で言いますと29箇所59件ですね、そうですね、まあ、そういったことで、はい、活動してまして、はい、長野でも有数のね、はい、登録件数を持ってますね、持ってますね、はい。まあ、引き続いてね、こういったその動きを、今までの、シンポジウムも開いたりとか、はい、ワークショップはね、はい、マッスローでいろいろ開いてみたりとか、はい、それからあとは、こういった全国町並み調査報告会なんていうのをマッスローでやったりしましたですね、はい。あとはまあちょっと宣伝になってしまいますけど、はい、今度は町づくりのシンポジウムというので、そうですね、はい、この10月の29日に一応行うことになりましたですね、これもやっぱり市から、来ていただいて講演をするという形でなりますけれども、もうちょっと、もうちょっと具体的に、はい、今 PR を兼ねましてですね、はい、10月の29日にあるシンポジウムの内容についてちょっと触れていただければと思いますけども、はい、わかりました、はい。ですね、松代と萩っていうのはやっぱりその博物館構想みたいなのもあるんですね、この推進しなきゃいけないっていう形で、萩の方から、先生をお迎えしてですね、お話をするんですけれども、シンポジウムとしてですね、松代の丸の音博物館と、萩町中博物館というこういうのの2つのあれでもって一応話をされるっていう形になると思いますですね、はい。まあ、こういったケースもですね、はい、まあ、遠くからいらして、はい、こういったのシンポジウムやるのも珍しいんじゃないですかね。そうですね、まあ、こういうのもいろんなその、なんですかね、先生方との話でやっぱりこれもやりたい、こういうのもやりたい、でもこういうのですね、いろんな近いところばかりでなくて、いろんな人の話その中と街の中でいいものを取り入れて街を活性化できればいいかなっていうのがあって、まあ、今回は本当に参加させていただいたんですけども、本当にちょっと私も良かったなっていうふうに思いました。まあ、萩の方もね、はい、文化が進んでましてね、はい、偉い人もすごく出てるし、うん、まあ、そういったの文化をね、はい、ここのシンポジウムでまた紹介してもらったり、そうですね、まあ、いろいろ勉強になるかなと思いますね、はい、そうですね、うん、まあ、いろいろこれからもね、やっていきたいなというふうに思いますですね、うんうん。まあ、最後になりますけども、町並みの活動について何か一言あれば。そうですね、やはりみんなと、まあ、行政ともそうですけども、うん、まあ、その
協力してやっていければというふうに思いますですね。ああ、そうですね。はい。時間になりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。来週のしゃべくりますよ、はい、24日ですね、24日月曜日。あれ、ゆみさん、今日は着物じゃないですか。すみません。あれ、今日私はね、着物でいらっしゃると思って、和服。はい、来週頑張ります。和服ね、はい、いつも綺麗に着こなしてね、はい。ありがとうございます。今日期待してたんですけども、それは来週にお預け。はい。じゃあ、来週はゆみさんの綺麗な着物姿が見れると、はい、いうことで、頑張ります。予告放送で余計な話してますけどね。はい。それで、はい、パーソナリティはゆみさん。はい。はい、それでゲストはどなたなんですか。はい、八橋流宗家、はい、清水亮さんにお話をお伺いいたします。はい、あ、清水亮さんというのは 何ことですか。あ、おことを惹かれる方です、うん。あ、はい、で先生なんですか。そうなんです、はい、八橋流 の、うん、正統な継承をなさっていらっしゃる方です。正統というと、はい、もう由緒正しい。そうですね。あ、どういう、はい、どういうのですか。真田、よしこ先生、新先生が、八橋流の継承者でいらっしゃるんですが、その八橋流を日本で唯一守っていらっしゃる先生なんですけれども、その後を大事に。学び。そうですね。そうなんですか。はい、継承されている先生です。その方は来週ゲスト。はい、そうなんです。それは楽しみです。はい、よろしくお願いします。それでは詳しい話は来週ということで。はい、そうですね。はい、それでは来週のしゃべくりバス指導、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。松代はあなたの街。それそれそれくらい松代、また見てね。See